公益財団法人、桜谷文庫は、京都市北区にあり、明治時代末から、昭和時代前期に活躍した日本画家記事は桜谷の、急遽、画質と、作品、遺品、並びに、桜谷の収集品の保存管理と公開、加えて、美術研究者と芸術家支援を目的として、昭和15年3月25日に設立された。平成25年公益財団法人、 桜谷文庫として認可を受けている。所在地は戦前、絵描き村と称された京都、絹笠東寺院。和館、洋館、画室の3棟は平成19年に桜谷文庫として国の登録有形文化財に登録されているほか、平成29年に桜谷文庫として京都市指定有形文化財に指定されている。 明治まで、木野笠村は、京都近郊の田園地帯で、周囲には植木屋がの木を連ねていたという。現在も、小松原、東人周辺には造園業者がいくつも並んでいる。開発が進んだのは、明治末に、藤村岩次郎によって、住宅地、木野笠園の造成が一つの契機となった。これにより、利便性が高まりつつも未だに、田園風景が残る。 この地に注目したのが、京都の日本画家たちであった。それまでは史上派という言葉通り、落中に京構えることが多かった画家たちが、自然環境に恵まれ、長望に恵まれた、木の笠村に移り住んだ事実は、近代の日本画家が求める表現、あるいは、日本画家に求められた職能の変化を物語っている。絵描き村に居住した画家は、土田幕船、金島景家、山口海洋、 村上科学、菊池義文、堂本印象、西村五運、小野筑教、宇田敵尊、福田平八郎、徳岡上泉、黒田重太郎らで、他に映画監督の牧野昌造や、志賀直也も一時住んだことで知られる。絹笠に移り住んだ画家たちは、京都画壇に新風を送り込んでおり、その宣伝をつけた、木島桜谷邸は、 絵描き村としての絹傘の地を象徴する建物といえる。桜谷は大正元年9月に土地を解読し、建物は翌年から大正3年にかけて順次建設された。昭和13年に桜谷が死去した後、15年に財団法人桜谷文庫が設立され、土地と建物は同財団に寄付された。戦後、画室は幼稚園として利用され、その後は、 不立図書館状況文館としても利用された。離れや洋館につながる平屋は順次取り壊され、画室の南にあった池も埋め立てられ、現在はテニスコート、菜園、弓道場となっている。現在は土地及び母屋を落成中学校、高等学校に無償対応し、同学園によって学校教育に使用されている。和館洋館画室、ありがとうございます。